どこでもこんにちは。久しぶり。元気してましたか？常雄先生も元気です。イエーイ。今日はね、久しぶりの美術で何か作って遊びたいなと思っています。ずっとお家の中でもう春休みが長く長く長くなって、もう退屈退屈。もう先生も絵を描いたり工作して遊んでいます。でね、さっきも言ったように遊んで作って遊んで楽しい工作。じゃじゃーん。見える？鳥。パタ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 。ああ。おお、戻った戻った戻った。ああ、いたいたいた。この鳥さん、実はね、キツツキのようにトン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 ね動くんだ。じゃあちょっとやってみるよ。いくよ。よっこいしょ。よいしょ。おお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 お、もう一回やってみよう。あ、逆さまでもできてる。せーの、たた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 、ついた。今日はね、こういうトントンキツツキ工作を行います。もちろん鳥じゃなくても OK。 じゃじゃん、見えるかな。いやー、いやー、猫。猫もね、木から落ちてくるとき、トコ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 。お、もう一回。おおおおおお。そう、トントンするものは何でもいいです。お魚さんだって、恐竜だって、ライオンだって、何でも OK。 じゃあね、早速作り方をね、今度はカメラを変えてやってみたいと思います。よく聞いてね。いいですか？じゃあ早速作ってみるぞ。まずはね、必要なものは折り紙、あとは硬い画用紙。これ先生はね、色画用紙を使っています。あとはストロー、よくあるねストローです。あとは輪ゴム1つ、これが材料、使う道具です。次はハサミ、カラーペン、セロテープ、これで作ります。じゃあね、早速やってみるね。まず最初は画用紙に鳥の絵を描いていきます。さっきも言ったけど、鳥じゃなくても OK です。じゃんじゃん、ちゃ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 んちゃんちゃ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 。なんか運動会のリレーのコースみたいだね。わ、かわいい。かわいいぞ。よし、じゃああと羽の模様も考えてみよう。かわいい、かわいい、かわいすぎちゃう。じゃんじゃん、描いて。羽の模様もすごい、なんかめっちゃ良くなってきた。あ、トサカとかも作っておこう。おしゃれな鳥さん。はい、できた。で、ここでハサミでチョキチョキ切ります。チョキ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 。はい、できました。あ、後ろがないね。じゃあ後ろも描いておこうかな。じゃんじゃん、じゃち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 ゃんちゃ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 。運動会のリレーみたいだね。さっきも言ったね。ごめんごめん。ほい、よし。じゃあこっちも綺麗なトサカ。素敵。色変えちゃおう今度は。はまた羽の模様とかね、描いてあげようね。
風にね、わあ可愛くなってきた。さあこんな感じかな。さてさてさて、あと羽、折り紙で先生が何色をしよっかな。あ、緑、素敵。でもね先生、青がいいな。あ、あったあった、ありました、水色。あ、ちょっと切られてるけどいっか。半分に折って羽を描いていきます。1、2、3、わー。で、畳んだままハサミで切っていくと、羽が1枚じゃなくて2枚に増えてるかも。本当かな。1、2、3、あ、ほら先生一つかない。でこれで羽をテープで貼っていきます。よいしょ、いた。あ、こっちも反対側もぺったんこ貼っていきます。ほら見えるかな、パタ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 って。で次ストロー、これね大体2センチぐらいかな、ちっちゃく切ります。でセロテープ、ちょっと長めに切りました。5センチ以上、6センチぐらいあるかな。これをね、お腹のあたりにつけました。でいよいよ輪ゴム、はん、ちょっとハサミで切り込みをします。で輪ゴムをね通すんですけど、これがなかなか大変で、ちょっとネジ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 、入ってきた、出てこい出てこい、あ、出てきた出てきた、はい通りました。これでね完成なんだ。で、やっていきます。さあ、じゃあみんなもねここまで作ってみたいと思います。いいかな、みんなできたかな。こうやってきたらね、これを伸ばして、って遊んでみてね。でね、出来上がった作品はウェブ美術館に写真をアップしてください。アップの仕方はね、またね先生お知らせしますからね、この動画の下のコメントのところかな、こう説明書きにこうリンクを貼っておきます。みんな、じゃあまたね、バイバイ。